レーザーラモンは日本のお笑いコンビ。吉本工業所属。NSC 大阪港17期と同期扱い。大学時代は共にプロレス同好会に所属。住谷は同志社大学で、リングネームはギブアップ住谷。一方、伊豆淵は立命館大学でプロレスラー、荒崎人生をもじった陳崎新生の名で活動していた。 両大学のプロレス同好会は定期戦などで交流があり、しばしば顔を合わせていた。共に学内チャンピオンを獲得した経験を持つ二人は意気投合し、1997年10月にお笑いコンビ、レーザーラモンを結成。コンビ名はスコット・ホールが WWF 時代に名乗っていたリングネーム、レーザーラモンに由来する。芸歴は 福田光則と全くの同期で、大阪 NSC17 期、東京 NSC2 期と、ほぼ同期扱いとされている。卒業記念でエントリーした、今宮子どもエビス漫才新人コンクールで、福笑い大賞を受賞。その後2丁目劇場のオーディションライブ、サビキなどに出演し、腕を磨いた。大学卒業後はそれぞれ就職し、住谷は生活協同組合コープ神戸、伊豆淵は、 カーディーラーで働いていたが、お笑いの道を諦めきれず、ほどなく脱サラして、吉本工業入り。1999年に始まった、レーザーラモンの初レギュラー番組、クアンガク。しかし、番組内では空回りすることが多く、レギュラー到落戦場に追い込まれた。そんなある日、番組のスタッフに誘われて、焼肉店に食事に出かけることに、食事が終わりかけの頃、 スタッフは二人に、もう一度チャンスをやるわ。ここで、意気込みを見せてみいと言われた。すると二人は、勘違いし、まず伊豆淵が、突然テーブルに置いてあった豆板醤を一気、飲みしてみせた。あまりの辛さに悶絶する、相方の姿を目の当たりにした住谷は、俺も何かせな、あかんという衝動に駆られ、まずロースターに手を押し付けようとしたものの、すでに肉を焼き終わった鉄板は冷え切っていた。 ならば、と、店の窓から飛び降りようとしたものの、店はビルの2階にあり、インパクトがない。追い詰められた住谷は、テーブルに置いてあった豆板醤の瓶を手に取ると、それを眼球にこすりつけるという暴挙に出た。当然のごとく、住谷は、熱い。と、その場で悶絶。ひたすら洗面所で目を洗い続ける羽目になった。結局、レーザーラモンは、 クアンガクのレギュラーからわずか3回の出演で降板することになってしまった。2013年のザ・マンザイに決勝進出し、ファッションショーという設定で HG が服を脱いでいくネタを披露したため、ビート・けしにフランスザ・ジャネーンだからとコメントされた。その後の投票後、オール巨人が個人個人でやっていく力がある。その中で漫才を選んでくれた。ありがとう。 裸になって、誰かに怒られると言っていたけど、俺が怒るとコメントした。オール巨人は、ゲイに厳しいというイメージがあることから、俺が怒る発言が注目されたものの、実際の番組後には逆に激励されたという。住谷は2009年の怪我後、幼少の頃より独学で描いていた絵画に趣味として、再び打ち込み、2013年11月には、渋谷、デスペラートにて個展を開いた。 たまに出品するインターネットのオークションでの作品などもかなり高評価を得ている。TV でもサングラスもかけない素顔での登場で、絵画の才能が評価されての出演が増えてきている。怪しい噂の集まる図書館という番組では、デッサン対決でヘラクレスのデッサンが高評価を受けた。2016年9月1日放映の TBS の番組プレバトに、 水彩画の部門で出演し、その時描いたキャッチボールの絵が水彩画の判定の先生、野村茂有にプロ級と絶賛され、一発で特待生の称号を獲得するほどの凄腕を披露した。9月29日放映文でも特待生としての課題の水彩画を披露し、野村茂有に絶賛されている。HG は第十二回大阪モーターサイクル上にて、 南海部品より、鈴木のブルバード400をもらった。以前は、ホンダのスティード400に乗っていたが腰痛で手放し、現在は、バイクなしのためかなり喜んでいた。CM シティオブ、プラハフィルハーモニックオーケストラ、特攻や漏洩チーム下ネタヒップホップユニット、ビッグポルノの作品は、当該項目を参照。ありがとうございます。